江東区に関する私のもう一つの政策は子育てに関するものです。先ほどもマンションが立ち並ぶ町、こういうことを申し上げましたが、その結果江東区は毎年1万人ずつの人口増加を続けています。子どもの数もそれだけ増えて、そして保育園の待機児童の問題も深刻な課題になっています。保育所の整備を急ピッチで進めていますが、しかしまだまだ足りません。そうした中で私がこの3年間で実現をお手伝いをしたのが、東雲豊洲に誕生したおうち保育園という新しいタイプの保育施設です。これはマンションの一室を自宅と同じような内装にして、そして少人数の子どもたちを少人数の保育者で預かる、いわゆる保育ママと言われるような家庭的保育の一環としての保育サービスであります。自宅と変わらない環境の中で子どもが少人数で預かってもらえる、こうしたことでむしろ0歳1歳の時期の子どもたちは100人規模の大きな保育施設よりも、こうした保育のやり方のようが私は適切なのではないかとすら思っています。今回子ども子育て新システムという新しい子育て政策の転換によって、このおうち保育園をはじめとした小規模保育、家庭的保育が大きな位置づけを得ることになりました。これは江東区において初めて実現したこのおうち保育園がもたらした成果だったというふうに思っています。こうした家庭的保育、そして小規模保育を進めることによって待機児童を問題を解決をしていきたい、大規模な保育園を作るのは大変で予算がいるけれども、しかしこのような小規模の家庭的保育を作ることは少しの予算で済みます。同じ予算を使うのであればたくさんの施設をこれによって作ることができるようになる、まさにこうしたやり方で地域のニーズに合った待機児童の解消策をこの江東区で進めていきたいと思っております。そしてこの家庭的保育、おうち保育園の保育施設を子育てを経験したお母さん方に手伝っていただく、そうすれば女性の皆さんの就労支援にもつながっていく、こうした子育て支援、そして女性の就労支援を一挙に解決をしていく、これが私のアイデアです。